こんにちは、カーメンテラボネです今日は「言葉の本当の意味を読み解け」そんなお話をしていきます高校時代に僕は柔道部に所属していて柔道部が終わった時にき 顧問のの先先生生から監督の先生ですね、えー、っとこのような冊子を作ってくれて僕たちに渡してくれました。で、このことに書いてある言葉は僕にとっても今でも来てくれてる子たちにお話をする中であの参考にさせてもらっていることが多いのですが僕に送ってくれたメッセージがありました。このように書いてあるんですけどね。 えー、怪我を克服し、最後のジュニアの大会で、静岡県トップクラスの選手とごした試合をできるようになり、全国大会に出場したのと同じ価値があると言われた木根純平、最後まで本当によく後輩の面倒を見た、そんなふうに監督が書いてくれました。僕は高校2年生のの時に、えー、と左膝の前十字体断裂という大怪我をしましてそしまてて、ね、そそこから8ヶ月間 まともに柔道ができなく、で手術を経てリハビリを経て最後の大会に臨んだそんな経緯がありました以前もこちらの動画でも言ったことがあるんですが僕の場合はこの怪我をしたからこそあの得られるものがとても多かったなとこの怪我に対して後悔はしていませんでこのもらった言葉もですねとても僕は評価をされたなと 嬉しい気持ちでこの言葉を受け取ったそんなふうな思いがありますしその額面通りに先生もそう言って言ってくれたのではないかなと思いますただですねもし僕が全国大会を本当に狙えるような選手であったならこのような言葉にはならなかったそれは確かなことではないかなと思います僕は実力があってですね怪我を ししししていたとしててていいたたととももなかったとしても全国大会に本当に出場できるほどの実力があればこういった言葉ではなく「惜しかった」「あの時にこういうことができたらこんな怪我がなかったら全国大会出場できたのに」そんな言葉になっていたと思いますしその当時にかけられた言葉も随分と変わってきたのではないかなと想像できます。スポーツ少年少年女の中にはなんで僕ばかり なんで私ばかりこんなに怒られるんだろう忠告されるんんだろうそんな風に感じる子も多いのではないかなと思います。単純に怠けていてとかズルをしていてそういう風に怒られる子ももちろんいるとは思うのですが同じように頑張っていてもむしろ周りの子よりもよっぽど頑張っているそんな風な自分の自負心があったとしても 自分ばかり厳しいことを言われる。そんなことに合う子も中にはいるのではないかなと思います。そんな時に監督やコーチは自分のことを嫌いなのではないかなとか、気に食わないのではないかなとか、そんな風に思ってしまう子も中にはいるかもしれません。でもですね、僕の逆バージョンで、君に とても期待をしていてそれの厳しさを乗り越えたりより良い努力をしていけばもっといい結果を求められるそんなふうに感じるからより厳しく接していくそんなこともあるのではないかなと思います自分はこんだけ一生懸命やっているのに周りの子よりも結果も出しているのになのにこんなに厳しくしてくるそんなふうに 嫌になってしああそれだけ自分に期待をしてくれてるんだなとそんなふうに感じて今を頑張ってもらうといいのではないかなと思います逆にですね悪い方ではないんですが僕のようにそんなに実力があまりなくてでもまあ少しずつ頑張っている子に対して ある一定の評価をしてくれるその指導者の方も僕の周りはやっぱいましたそれを素直に嬉しいと思う気持ちも大事です確かに褒められることや認められることはとても嬉しいことですしかしですね逆を言えば厳しいことを言うほどでもないような自分にもう少し 改善点がないかそんなことを考えることができたらもっと自分が目指すものになっていけるのではないかなと思います。僕自身はその競技をやっている時小学校中学校、まあ、高校でもとても怒られることは多かったのですが最後終えた時に大怪我もあってか良かったねという言葉をかけてもらえる場面が多かったのですが 今大人になってみると少しその時には感じられなかった悔しさを感じる部分がありますそれはですねそれをお前だったらもっとできたのにそんなふうに思ってもらえるだけの選手ではなかったそういうことがやっぱり悔しくか悔しくないと言われればやっぱり選手としては 悔しいなと感じますだから今僕はそのことは今こういうふうに話をする中でこれをもし見てくれてる子が自分ってあまり怒られないなとか自分って期待されていないように見えるなそんな時にはやっぱり悔しいと思う気持ちも決してネガティブな気持ちではないのではないかなと思います。悔しさを持って 怒られたいと思って怒られるのはちょっと違うかもしれないんですが期待感を持たれるような選手になりたいと思うことが普段の行動を変えていくのではないかなと思います。言葉のの本当の意味を読み解けっていうのは怒られるから嫌いとか嫌われてるとか気に食わないとかそういう単純なものではなくてそして何も怒られないから気に入られてるとか。 認められていいるととかそういうことでもないといととうことです接してもらっている時のその言葉や行動を少しね読み解いてその方たちの行動や言葉に惑わされろという意味ではないけどでも本当にその人が言っている言葉はどんな意味があるのかなそんなことを考える力が身につけば 自分がより良い道を見つけるための大きなヒントになると思いますのでぜひもらった言葉を流すのではなく少し考えて受け止めてもらうとより良い方向にいけるのではないかなと思いますのでぜひ参考にしてみてください。それでは